オーバーヘッドプロジェクターに OHP シートを乗せて投影したところ OHP シートとはオーバーヘッドプロジェクターにおいて使用されるテキストや図画が描かれた透明のフィルムトランスパレンシーとも言うかつては企業団体のプレゼンテーションや学校の授業などで広く一般的に使われていた材質は手書き用のものは安価なポリエチレンポリプロピレン製で熱に弱い そのため、オーバーヘッドプロジェクターの光源にハロゲンランプを使っている場合は、ランプが発する熱で OHP シートが変形してしまうことがある。またレーザープリンター用のものは耐熱性が高い、結晶性ポリエチレンテレフタレート製で、表面にはプリンターのインクが定着しやすくする加工が施されている。OHP シートの原稿は事前にプリントアウトしておいたもののほか、 フェルトペンを使用してその場でシートに書き込んで作成することもできる。また、複数のシートを重ね合わせる表現が可能である。さらに、コピー機を使用して OHP をコピーすると配布資料を簡単に作成することができるなどの利便性があった。しかし、リモコンを使って次のスライドを表示させることはできないため、アシスタントを配置するか自分で OHP の側まで行き、シートを入れ替える必要があった。パソコンの登場により、プレゼンテーションソフトウェアが普及すると、当該ソフトウェアを使用して作成したスライドを OHP シートに印字し、OHP で投影する方法が取られた。その後、プロジェクターが普及したことにより、パソコンの映像出力を直接投影できるようになった。そのため、OHP の利用者は減少している。 ありがとうございます。